僕はもう尊敬しているところはね、あのやっぱボケとツッコミということで言うと、僕はまあツッコミが多いんですけど、まあ振りとこなし、大将が言うのは振りとこなしで振ってね、大体こう来るだろうっていうのは大体予測するんですよ、長く付き合ってたら。今まで一回もその範疇から逸脱したものをしか見せてくれたことはないです。だから僕の想像以上に来るんですよ。だからね、どうしても面白いから、じゃあこれはどうするのって投げたくなると伸びちゃうんですね。って発想力というか、これ小坂井君もね、どうしても笑わしたい。